意外と知られてない。一番きつい番組。仕事はい。これあの見つけました。僕あの意外と知られて意外と知られていない。一番きつい仕事一番きつい。仕事番組。えー、っと<組>芸人1番きつい芸人の仕事かな。番組かな？テレビ番組。 意外と知られてないってていうのはこれ意外と知られてない皆様にってことですか<み>そのリスナーの方とかこれはあのー、まあもちろん世間の皆様もだし、うん、あのー、多分芸人の中でも知られてない俺も知らなかったもん回ってない話ああこれは見つけましたついにそのこれたまに聞かれるじゃんこれって、うん、あの仕事とかインタビューで。うん 一番つらか,かった仕事って何でしとかつらかった仕事ありますね絶対。たまに聞かれるじゃんか、うん、でそ,その度になんかあのパッとは出てこないじゃんかいつもそうねなんかいろんな意味できついの意味って違うしさその、うん、精神的にきつかった仕事もあれば体力的にきつかった仕事もあれば、ね、滑ったからとかねなんかいろいろ理由がこっちにあったりとか。そうそうか一番っっててて言われても、うん、なんかなかなかえーって もうもう次からはもうトツでマジでしんどかった番組が1個あるしかもマジで意外な番組これはもうオンエアされてますもうされてるなるほどこれじゃちょっとリスナーさんもねちょっと予想しながらあれかなとか聞いてほしいですねこれはこれはびっくりするとびっくりすると思うんだけど田川洋介さんがやってるバス旅です。 びっくりしたでしょ宮下。あっそうびっくりしたでしょ。なんだろう自分とかが疲れてる時とかも見れるような番組なイメージというかね。わかります<や>こっちに活力がいらない番組というか。いや、うんあのー、めちゃ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 、まあ、面白い番組で、うん、本当に確かにリラックスして見れる番組そう、ねうん、だから、えー、そんな <laughs> イメージとかも全然なかったのよ。マジでこれがあの芸能界で一番きつい仕事です。ここれがこれがが ママジジででこれはマジですごいあの本当にまず、うん、まず泊まりで一泊二日で行くんだけどまずね、うん、まずあのー、まあ僕のチームで敵チーム、うんえー、僕のチームが田川さん、はい、僕が田,田川さんチームで僕と、えー、竹内ほのかさんっていう竹内涼真さんの妹さん。うんうんはい で相手チームが村井さんっていうその鉄道詳しい女性の方とえっと橋休めさん橋休めさん橋休めさんとビッシュの岡野さんあの岡野雄一さん岡野雄一さんで元巨匠の元巨匠の元が多いですねでバス俺の出てるがバス vs 鉄道っってやつだったのよ、うん、で目的地があって、うん、ゴールがあって、はい、3か所ぐらいチェックポイントがあるんだけどそれをおた片方はバスしか乗っちゃいけないな、ね、片方は鉄道しか乗っちゃいけないっていうのでチェックポイント回りながらゴールに向かうっていう、うん、で僕バスチームだったんだけどこれでも本当に設定聞くだけで面白いここれれはねねマジでもいこれあんま、ね、意外とその 見たことない人も多いと思う,うんなんかこの有名な番組で名前は知ってるけど、はいはい、なんかあのいまいち見たことないなっていう。これやっぱ面白そうだ、ね、これはねめちゃめちゃモラス。バスサス電車。うん これめっちゃ考えられててめっちゃおもろい番組なんだけどめちゃめちゃきつい本当に何がきついまずあのバスそんな乗りません歩きますほぼバスそっかでも確かにバス停とか切れる途切れるところがあるもんね。基本田舎から乗るんで出てない分歩きまんかマジでこれまず一泊二日で行くんだけどまずあの二日であのまあこっちチームは数えてなかったんだけど。 敵チーム、村井さんチームは2日で45キロ歩きます。<ー> 2>, 2日で45キ,45キロ歩きます。で、うん、あのー、夜泊まれるって言ったけど、うんえー、寝れて3時間です。<3? S 2> 寝れて3時間。で基本的にあのー、ご飯食べません。<laughs> <laughs> 夕方ぐらいにチョコレートが2個ぐらい出てくる、ね。チョコレート2個。2> <laughs> ちょっとまず先陣先陣の。<や> <laughs> そうであのこれ <laughs> はマジでこれ、うん、でもうあのまあもうとにかくリーダーの田川さんが、うん、勝ちたいっていう思いがすごく強い人熱がすごいですね熱量がもうすごい、うん、うんだからもう,、えー、もうついていくしかない逆らえないっていうで、えー、マジでこれなどういうレベルで戦ってんだってびっくりしたのが 1>,、うん、1日目の夜に えー、チェックポイントの近くのところまで行ったのよ。うん、で止まって次の日朝、えー、始発でそのチェックポイント行こうっていう風になったんだけど、うん、高橋さんが「えー、いや草薙あの間に合うか始発で」って言ってきて。うん、で始発って8時ぐらいに出るのよ。だからら8時に出てたら あのもう相手チームに負けちゃうから電車の方がちょっと早いんだよね始発、うん、がだから、えーまあ、15キロぐらいの距離だったのかな10キロちょっとぐらいの距離だったんだけど「うんえー、朝歩くぞ」って言われてチェックポイントまで「バス乗ってないじゃん」と思ったんだけど「<laughs> 歩くぞ」って言われてで「何時出発がいい草薙お前が決めろ」って、うん6 6時「6時ですかじゃあ」ってなんか7時ぐらいにバス、うん、電車が出るって言ったら。はやや それで勝てるのかって言われて、五時五時五十分五時五十分とかですかね。うん、そうだな、五時半だ。<laughs> <laughs> 全然聞いてくれない。なんかもう五時半に起きて、うん、たまたま台風が来てないのよ。うん、もう大嵐の中。 あの10キロぐらい先まで5時半に起きて3時間ぐらいの睡眠でだよ田川さんはあの針打ってんだってその夜足がつっちゃって <laughs> 自分で田川さんあの自分で針が打てるようになってる自分で針いやええちょっと待って田川さんは、うん、もうそもそもこの企画をやりすぎて、えー、ともう夜,夜中足つったら、うん、自分で打てる針なんてあるのあるのある自分で針を打てるのよ、うんうん、でそれでもう5時半起きて、うん でもう嵐の中もうマジで2時間ぐらいかな十何キロこうわーって歩いて<う>そしたらあのマジでびっくりしたのがゴール前であの相手チームとぶつかって<う>相手チームも全く同じことしてた <laughs> <laughs> で後ろから抜かされてすげ先にゴールされるっていう,うどんなレベルで戦ってんだこれっていうすごい戦いですねすごいそれにただただついてくっていうもう岡野さんと終わっただ話したんだけど <laughs> マジで一番つらい ってその生きてて一番本当に仕事生きててうんでも仕事仕事で一番仕事の中でああ一番辛かったすごいねめちゃめちゃ面白かったけどね<ー>やっぱうん やっぱ収録中にスタッフ何人か飛んでそうだけどねもその <laughs> 大丈<夫> <laughs> なんかでもその中原さんもついてきてくれたのよ、うん、俺が不安だって言ったから基本的に芸人のマネージャーは行かない現場なんだけど、うん、で中原さんはロケバスでこう待機とかしててくれたんだけど、うん、1>, 1, 日1日目に歩いてたこうプロデューサーの方が、うん、もうなんか2日目のその嵐の時 と一緒に歩いてたんだけどダウンしちゃってずっとロケバスで休んでたんだって, <laughs> よくなって <laughs> すごい番組だ、ね、すごい番組だ、ね、これはもうほんとにいやでも是非見てほしい<ー>その僕が出てるやつにかかわらず、うん、なんかねめっちゃめっちゃガチなのよ、はい、宿とかも決めないのだから<ー>普通さなんかああいう、まあ、宿とかは決めるじゃんか。 だけど宿は決めないもん宿も決めずその場で決めてなぜならあの田川さんが絶対そ言うこと言うことってあれだけど高橋さんもっと行きたいってなるからなるほどなるほどありがとう草薙 NG を一個増やします僕ねいやこれこれこれめっちゃ面白いでもこれまあわかりますはいでもちょっとねその場で宿決めら無理やわ 潔癖だから。潔癖だから。すごいですね。そ,<う>そろそろ別れのお時間です。この番組では皆さんからもトークテーマを募集します。以上宮下草薙の宮下と草薙でした。や,やっぱ、お前にはやっぱ二代目蛭子さんになってほしいから、俺は。いや、頑張ってくる、うんうん。いや、あれだから、その。蛭子、うん、さんのおかしいと思ってるけど。